ハサキ海岸における砂引き草と工房麦海浜植物というのは海岸の主に砂浜に生育する種子植物のことである。海岸で海の方から見ると海水に浸る部分は満潮の時の海水面までである。これを高潮線というがこれより少し上までは波によって海水を被りまた海水が染み込んでおり海水の影響が強い。この部分を 頂上帯という。頂上帯も高潮線付近では、海藻や富士壺があるが、高潮線を離れるにつれ、目立つ生き物は少なくなる。逆に陸側から見れば、潮風の影響は、高等植物にはかなり厳しい条件であり、そこに顔を出す植物は限られている。海岸ギリギリの森林を構成するのは、中部日本以南であれば、黒松、扉、ウバメガシ、 ヒメユズリハなどである。それより海に近づくと樹木はなくなり、草本だけが見られる。砂浜であれば、森林の外側に、海から一定の距離を置いて、草の生える帯が見られる。それより海に近づくと、海水の影響と波のために高等植物は見られなくなる。この帯に生育する植物が、海浜植物と呼ばれるものである。日本では、香川県関音寺市の有明浜で、 様々な種類の海浜植物が咲いている。海浜植物を、はじめ、貴重な植物や昆虫、水生生物、鳥類などが豊かな生態系を保っている。吹上浜。水が少なく、日差しが強い場所であるため、葉が厚く、表面が硬いものが多い特徴がある。風が強いため、背が高くならず、刃うものも多い。海岸という、 多くの高等植物の生育できない環境に、生育可能なだけに、いろいろな特徴がある。水が少なく、日差しが強い場所であるので、葉が厚く、表面が硬いものが多い。風が強いため、背が高くならず、葉うものも多い。また、砂は、風で移動しやすい。そのため、早めが砂にうずもれてしまうことが多いが、そのような場合には、改めて茎が伸びて葉を砂の表面に出す。 砂を掘ると長い地下茎が砂の中を張っているわけである。近年、自然海岸、つまり護岸などによって閉鎖されていない海岸が少なくなっている。護岸は往々にして砂浜の最上部に作られ、これは海浜植物の分布域に一致する。また、主治の事情により砂浜そのものが痩せ細る傾向が見られ、これも海浜植物にとっての生息環境の減少に、 つながっている。さらに近年の自動車における SUV のブームで砂浜に車を乗り入れるものがあり、海浜植物体を踏み荒らす例がある。特に浜防風などの食用のものは乱獲の問題もある。そのため絶滅に瀕している種もある。浜防風、ありがとうございます。